安井英二安井英二は、日本の内務官僚、政治家、岡山県知事、大阪府知事、文部大臣、内務大臣県厚生大臣、人議院総裁、貴族院議員などを歴任する。藩士安井栄さんの次男として、東京に生まれる。母は小原中和屋に生まれた牧放悦医師の養女と、なった吉野、宇都宮中学、松山中学、一校を経て、1916年に、 東京帝国大学を卒業後、内務省に入省。1918年警報局事務官となり、南原茂と共に、労働組合法の総案作りを行い、1923年から1年間、ドイツで調査を行った。その後、内務大臣秘書官、地方局行政課長として、地方自治改革にあたる。この過程で、政党内閣が政権維持のために、 知事の交代と頻繁に行い選挙を有利にしようとする、東平問題の壁にあたって、以後強い政党批判を抱くようになり、以後、内務省革新官僚の先駆的存在の一人として、安倍元気など次世代の内務官僚にも影響を与えた。1929年7月に警報局保安課長に就任して、思総判の取締りを強化する一方で、拷問の使用を厳しく禁じて、 彼らの体制が愛の転向を促す方針を取った。その後、岡山県知事、社会局労働局長を経て、1932年に地方局長に就任して、選挙粛清運動の推進にあたる。それを評価されて1935年に大阪府知事に任命される。1937年には、この F みまろより、文部大臣に任命された。当時、内務大臣には、 軍部の推挙により、馬場栄一が起用されていたが、大倉省出身の馬場に対する不安を拭えなかった。この絵が、平泉清や小倉正擦らの推挙を受けて、馬場を補佐させる目的で安井を任命したと言われている。ところが、文部省においては、安井が自派の内務官僚を出向させて幹部に任じたことが、反発を買い、さらに2.26事件関係者への恩赦を主張して、 この絵とも対立を深めたこと、この絵が政権基盤強化のために、木戸孝一の入閣を希望したことによって、4ヶ月後には病気を理由として辞任することになった。だが、続いて、馬場も病気辞任して、公認の末次信正の就任で振り出しに戻ってしまったために、再度安いに内務省幹部の推挙を依頼され、馬場、末次領内省の幹部人事は、 安井水挙の革新派で固められることになった。だが、末次内省は、幹部の統制に失敗したために、省の政治力低下を招き、末次の貢献人と見られた安井からは、内務官僚の信頼が離れていくことになる。1938年に、安井は、貴族院議員に直選された。1940年、新体制運動の完成を期して、 再度の組閣に臨んだこの絵は安井を内務大臣として起用する。だが、前回の末次内省時代の一件以後、省内における安井の人望は低下しており、省内では湯沢道夫や大立茂を押す動きも現れ、かつては安井派とみなされた官僚からも幹部就任を拒絶される。この話は昭和天皇にも伝わり、内大臣であった木戸孝一に有料の念を示している。 安井は、後の翌3選挙につながる、体制翼3会による候補者推薦制の導入など、内務省の意向を組み入れた政策を提言するが、体制翼3会の位置づけをめぐって、狭ざましゲル内務次官と対立し、さらに新体制運動そのものに対する反感から、内務省内での安井排斥の動きは収まらず、これに、国体名庁生命との関連から運動に、批判的な平沼木一郎や、 既存の右翼も加わった。一方、この上も新体制運動からの撤退を考えるようになり、安井の更鉄を考慮するようになる。だが、木戸光一、田辺治道、勝田和江といった公認候補者からは辞退され、最終的に平沼が後継内省となることが確定したためにわずか半年で更鉄されることとなった。その後、1945年に本土決戦に備えて、 大阪府知事に再任され、近畿地方総監を兼務するが、間もなく終戦。戦後、1946年3月18日、貴族院直選議員を辞任し、公職追放となった。その後、1958年に国家公安委員に就任している。ありがとうございます。